どうもこんにちは。今回は前回の動画でも説明した今年の秋から250基以上の導入が開始される 180kW 級の超急速充電器に関して、電気自動車に6年乗り続けているユーザーの視点から、具体的にどのような場所にどれだけ配置していくのが最も得策であるのかについてを、現状の充電インフラの利用実態から考察していきたいと思います。まずはじめに日本の充電インフラの現状の事実確認をしていきたいと思います。現在日本に存在する急速充電器の数は EV スマートというサイトによれば7615箇所となっていますが、こちらの急速充電器の出力は 20kW 以上ですので、いわゆる急速に充電できる充電器ではない充電器もその数に含まれてしまっていて、例えば 20kW の充電器で充電すると30分で 10kWh 分の充電が可能となりますが、私の所有する日産リーフ 40kWh モデルの平均電費 6kmpkWh で計算してみると、なんと50から60キロ分の航続距離しか充電できないということになります。30分も充電してたった60キロしか走れないというようなスペックの充電器を急速充電器と呼んで、電気自動車ユーザーをごまかしているこの現状に腹立たしさを感じるのは私だけでしょうか。さらに一般的な最高出力である50キロワットの急速充電器で同様に計算すると、約120から150キロ分充電することが可能となります。このように比較すると 50kW でも悪くないように感じますが、例えば来年中旬に発売する日産アリアを例にとると、1回30分の 50kW 充電をしても約 30% しか充電量を回復することができませんので、今後2、3年で一気に発売される大容量バッテリーを搭載した電気自動車のインフラとしては力不足感が否めませんので、今回の 180kW という 50kW と比較しても3倍以上の超急速充電器を設置していく流れとなりました。次に現在高速道路上をはじめとする急速充電器設置施設の充電器の数の多くは1台となっていて、充電待ちが多数発生するようになってしまっています。今回はこの現状を分かりやすく解説するために、2019年度の年末年始における高速道路上の急速充電器の混雑状況についてを例に挙げて説明いたします。まずこちらが東北自動車道の急速充電器の混雑状況を示した表で、左側が上り、右側が下りとなっていて、3時間単位で1マス分となっています。そして黄色で示されているのが充電待ちが発生したという状態で、赤色で示されているのが充電待ちが多数発生した状態となっています。これを見て驚かれた方もいらっしゃると思いますが、どの時間帯も充電待ちが発生している状況がすぐお分かりになると思います。例えば下りでの那須高原サービスエリアでは、深夜の3時から翌深夜にかけて断続的に充電待ちが発生してしまっていて、こちらは推測となりますが、初代リーフと2代目リーフの充電が勝ち合う最初の場所となってしまっていて、那須高原サービスエリアまでは標高が急上昇するので、2代目リーフであれば次の充電スポットである安住パーキングエリアまで行くことが可能なのですが、メーターに表示される距離は直近の走行状態を反映してしまい、燃費が悪化する上りを反映した距離なので、安住パーキングエリアまでは厳しいという心理的プレッシャーも相まって、こちらの那須高原サービスエリアでここまでの充電待ちになってしまっているのだろうと推測できます。次に関越自動車道に関してですが、先ほどの東北自動車道と比べるとまだマシなのかなと思いますが、特に右側の下りに関しては高坂サービスエリアから断続的に充電待ちが発生していることが読み取れると思います。こちらも想像ですが、そもそも新潟方面に抜けるというよりは長野方面に向かう方も一定数存在しますので、上里サービスエリアからは通行量も減るので充電渋滞も比較的抑えられていると思います。ただしそれでも赤城高原と谷川岳では上里までと同等レベルの充電渋滞が発生していて、こちらも東北道と同様に急激に標高が上昇し、現行型リーフも充電待ちがほとんど発生していない塩沢石内サービスエリアまでを走ることは可能なのに、心理的プレッシャーから充電せざるを得なく、結果として充電待ちが解消されていないのではないかと想像できます。最後に皆さんが最も注目しているであろう東名、新東名自動車道に関してですが、こちらは想像以上に悲惨で、左側の上りにおけるネオパサ静岡と浜松に関しては24時間ずっと充電待ちが多数発生している状態となってしまっていて、これではとてもじゃないですがストレスなく電気自動車を運用することはできません。
こちらも私の想像ですが、一番厳しい充電環境を強いられてしまっているのが 24kWh の初期型のリーフで、ネオパス浜松からほぼ毎回充電しないと電欠を起こしますので、充電渋滞が発生しているサービスエリアを通過することができませんので、その後の赤色の表示が少しずつ右側にスライドしていることからも、多分初期型のリーフの方がずっと充電渋滞にはまってしまっているのだろうと推測でき、本当にそうならさすがに同情します。ただしここで1点注目すべきなのが岡崎サービスエリアで、こちらは充電器が2基設置されているので、上りは充電待ちは発生してはいるものの赤表示ではなく、下りに至っては充電待ちは一切発生していないので、やはり充電器を複数台設置することは充電待ちの解消に大きく貢献することがお分かりになると思います。ここまでは特に繁忙期における高速道路上での充電渋滞の現状を説明してきましたが、この現状を踏まえた私の考える250基の超急速充電器の設置プランについてを説明したいと思います。大原則は2つあります。1つは全てを高速道路上に設置するべきであるという点です。理由は2つ存在し、1つ目はすでに現行の電気自動車における日常での運用はほぼ問題がないからです。こちらは日産の尽力によって全ての全国のディーラーに 50kW 級の急速充電器が普及しているからです。そして2点目が重要なのですが、ディーラーなどに超急速充電器を設置してしまえば、自宅等における普通充電器のインフラが浸透しないからです。今後の電気自動車は日常使いは自宅充電で賄い、長距離は超急速充電でストレスなく移動するという運用方法がマストですので、その文化を根付かせるためにも長距離運転の際に使われる高速道路上に超急速充電器を設置するべきであると思います。大原則の2つ目に関してですが、1箇所のサービスエリアに充電器を複数台設置し、設置するサービスエリアをある程度限定するという選択と集中作戦を実施するべきであるという点です。理由は簡単で、こちらの超急速充電器に対応する車種は少なくとも 300km 程度の航続距離を走破することができるはずなので、今充電器を設置していないサービスエリアに設置するというよりかは、すでに設置済みであるような比較的大きなサービスエリアに複数台設置することができれば、ユーザーからするとこのサービスエリアに行けば必ず充電できるという安心感につながり、長距離の運用でもストレスを感じることがなくなるからです。例えば東名自動車道であれば、エクスパサ足柄に2基、そこから160キロ離れた浜名湖サービスエリアに2基、新東名自動車道ではサービスエリアとしての需要の大きいネオパサ静岡と浜松に3基ずつ導入するというような設置戦略であれば、充電ストール数としてはそれぞれ6基か7基設置することになりますので、今後数年というロングスパンで見てもなんとかなりそうな充電器の数を確保できると思います。ちなみにこれだけでも上下線含めて20基しか必要としませんので、全国の高速道路上を網羅することは十分可能であると思います。さらに付け加えると、 PHEV に代表されるような容量の少ない車種は他のサービスエリアに向かうことで住み分けも可能ですし、そのようなサービスエリアには 30kW 程度の中速充電器を設置することで設置コストの低減も期待できます。ちなみにこの設置戦略はテスラを筆頭に欧米における急速充電の設置方法と同様ですので、充電器1台を複数のサービスエリアに設置するのではなく、複数の充電器を需要の大きいサービスエリアに集中させるといった手法をぜひとも採用してほしいものです。今回はこの秋から設置が開始される 180kW 級超急速充電器の設置に関して、日本の高速道路上における充電渋滞の悲惨な現状を概観し、この超急速充電器をどのように配置していくことが多くの電気自動車ユーザーの利便性を向上させることにつながるのかについての個人的見解を説明してきました。とにかく長距離運用のストレスを低減させるためにも、高速道路上に集中投下すること、さらにそれを利用頻度の高いサービスエリアに複数台設置することが、電気自動車に6年乗り続けている1ユーザーの考える最もベターな設置方法となります。チャンネル登録や高評価の方どうぞよろしくお願いします。今回は以上です。